俺のタトゥーにキスをして、君にしか見せない秘密こんばんは。君の名前を呼べる企画ができることになりました。いやー、ポスター意見もらったやつあると思うんですけど、ポスター出せることになりまして、この5枚が出せることになりました。ありがとうね。これ名前呼びポスターっていう企画をできることになったんですけど、愛ちゃんっていう名前だったとしたら、愛ちゃん3回頑張ったら1回休んでね、こういうふうにね。これ音声の波形データなんですけど、俺の声のデータですね。これを愛ちゃん3回頑張ったら1回休んでね、音声のデータをお送りするね。これ一番人気ありましたね、やっぱり。カレンさん、こんなことしたら好き、あ、これ取り直しだ。カレンさん、こんなことしたら好きになっちゃいますね。いけるかな。カレンさん、こんなことしたら好きになっちゃいますね。はい。なおちゃん、今夜のこと秘密にできますか。まえちゃん、してほしいこと言ってみてください。これちゃんとみんなの名前になりますからね。全員分ちゃんとレコーディングしますから、コツコツと。かなちゃん、初めてを奪っていいですか。あなたの名前を読んでお送りするっていう企画です。あと全部セットを出してくださいっていう声も多かったんで、シークレットボイスって、それはちょっと内容は秘密で、なんか前やった時になんかめちゃくちゃ喜んでもらえたんで、年始にはこのジャミリーの名前を書くっていう企画をやったんで、みんなの名前を書かせてもらえることってあんまりないんで、やっぱすごい嬉しくて、俺も前は書いたんで、今度は名前を呼びたいなと思って、こういう企画をやることになり、ホワイトジャムのストアに行ったら買うことができますのでね、届くまで待っててください。おやすみ、またね。